河合豊は、千葉県成田市にあるうなぎ料理店及び同店を経営する企業。本店は、うなぎ料理店の立ち並ぶ成田山新勝寺の表参道にあり、建物は日本国の登録有形文化財に登録されている。JR 成田駅から成田山新勝寺へと続く表参道は約800メートルあり、登録有形文化財を含む江戸時代の雰囲気が残る建物が立ち並び、成田国際空港を利用する訪日外国人、旅行者からの人気も高い地域である。参道には伝統の味を守る店から時代に合わせた新商品の開発を行う店まで多種多様なうなぎ料理店が約60軒を連ねる。特に大宮、日方屋、駿河屋、河合豊が老舗として知名度が高く、この中で最も多くの客を集めているのが1910年創業の河合豊である。成田山詣では、成田屋を屋号とする初代、市川團十郎らが熱心に成田山に詣でたことから、江戸時代に流行し、人々は江戸から数日をかけて徒歩で成田へ向かった。江戸時代後期になると何日もかけて、徒歩で訪れた参拝客らに精をつけてもらおうと、利根川や印旛沼などで採れた天然のうなぎを使って、成田の人々がうなぎ料理を振る舞うようになったという。河合豊は1910年に伊藤豊次が利根川や印旛沼の鯉やうなぎを漁獲し、卸売りする丸豊川魚店として創業した。丸豊川魚店は魚類養殖も手掛け、これをさばいて客に提供したのがうなぎ料理店としての始まりである。1967年に成田山表参道に店舗を移転し、屋号を河合豊と改めた。2014年12月、河合豊社長の伊藤小澄は、下田厚生堂パン茶屋、藤倉商店、米屋の若手経営者と成田門前の連会を結成し、成田山門前町の活性化に向けて、活動を開始した。2019年11月15日、文化審議会が河合豊本店の日本国登録有形文化財への登録を答申し、2020年4月3日に登録された。店舗は本店、別館、西口館の3つある。このうち店外から調理風景を見ることができるのは本店のみである。調理風景の公開により、河合豊がモットーとする、裂きたて、蒸したて、焼きたてを実践し、客に保証している。別館と西口館では、宴会や個室利用の予約を受け付けている。本店正面2019年11月15日、文化審議会は、河合豊本店を日本国の登録有形文化財に登録する、よう、文部科学大臣に答申した。そして2020年4月3日付で、河合豊本店店舗の名称で正式に登録有形文化財の登録を受けた。これにより河合豊本店は千葉県で285件目の登録有形文化財となった。新勝寺表参道に面する木造3階建て、入母屋造り、金属板葺き、平入りの店舗建築である。1911年頃に2階建ての建築物として建築され、1926年に旅館となり、3階部分が増築された。その後1967年により、河合豊本店となった。1階部分は木製建具で開放感を出し、2.3 階は旅館時代の客室の雰囲気が残されている。新勝寺周辺の景観を特徴づけているとの評価を得ている。1階はテーブル席と掘りごたつ席になっており、職人がうなぎをさばいたり、焼いたりする姿を見ながら食事ができる。うなぎさばきに使われるまな板は、イチョウの木でできた、長さ2メートル幅1メートル厚さ30センチメートルの大きな一枚板である。この調理風景は、店外からも見ることができ、成田山表参道の名物の一つに挙げられている。また店内では、樹齢数百年、長さ10メートルの大きな杉の量が鑑賞できる。2階は座敷になっており、欄間などの建築を鑑賞できる。床の間には、付書院や組子細工をあしらった木製建具がある。上うな重平均提供数は1日あたり約300食で、多い日には1日に1000尾のうなぎを捌く。休日などの多客期には、整理券を配布する。最も来客が多いのは、正月三が日であり、待ち時間は3から4時間に及ぶ。うなぎさばき職人は10時間以上、黙々とうなぎをさばき続ける。うなぎは板長が鮮度の良いものを目利きで選び、2020年1月は、鹿児島県大隅産と愛知県三河産を、主に提供していた。メニューはうな重、白焼き、肝水などがあり、上うな重の注文が最も多い。うなぎの調理法は、うなぎを背開きにして串を打ち白焼きにし、一度蒸す、関東風である。蒸し器で蒸すことにより余分な油を落とす効果がある。そして薄甘口のタレを塗って、かば焼きにする。うなぎは柔らかく、ふっくらと香ばしく、箸で切れやすいように焼き上げる。タレは創業以来継ぎ足しながら使ってきたもので、うなぎ本来の味が最も活かせるとの考えから、薄甘口にしている。ご飯は、千葉県産のコシヒカリを用い、タレと絡めてもベタつかない、硬さに炊き上げる。うなぎ料理以外に、鯉の洗いや鯉こくも提供する。持ち帰りメニューは、かば焼きと弁当のみである。別館は、1000坪の庭園を持つ。すき家造り平屋建ての店舗であり、200席ある。常連客は、本店の混雑を避けるため、正月に別館を利用する。うなぎ料理だけでなく、天ぷらや刺身など広く日本料理を取り扱っている。2013年に、タイのテレビドラマ、ライジングサンのロケ地の一つとなった。河合豊本店では、従業員の雇用維持と顧客に商品を届ける、使命感から、コロナウイルス感染症の流行に伴う緊急事態宣言発令期間中も営業を続けていたが、一時は例年の来客の2割にまで落ち込んだ。2020年5月下旬以降回復し始め、7月には6割まで戻った。減少分は訪日外国人旅行者がいなくなった影響が大きい。また、緊急事態宣言発令中には航空便の欠航が相次いだことで、うなぎの仕入れ先の変更を余儀なくされた。そこで、河合豊は、テイクアウトに力を入れることにした。具体的には、真空パック詰めにしたかば焼きや、弁当の販売に取り組んだ。特にかば焼きの真空パックは、客の注文を受けてからうなぎをさばき始める点が注目され、北海道から沖縄県まで、日本全国から注文が入り、例年の2から3倍の売り上げを記録した。また店頭に持ち帰り可能の上りを立てたところ、例年の 1.5 倍の利用があった。店内営業の面では、通常160席ある座席を80席に減らすことで間隔を空け、近隣の空き店舗を借用して、約100席を確保した。従業員は、毎朝熱がないか確認してから出勤し、勤務中は、マスクと消毒を徹底する。うなぎを調理する職人もマスクを着用し、熱中症に注意しながら、うなぎを焼き上げる。ありがとうございます。